どうもいつもお世話になっております。今回は共鳴返礼式3層の攻略動画になります。いつも通りですが、一つのやり方として見ていただいて、やりやすい方法を取り入れていただければと思います。あとチャンネル登録をよろしければしていただければ、動画作成のモチベーションとなりますので、よろしくお願いします。フィールドマーカーはこんな感じ。一部マーカーが違うけど、使うとこだけは取り直したので許してください。そしてマクロはこんな感じ。それでは行きましょう。虚無の波動、全体攻撃です。暗黒の国、ランダムでどちらかのタンクとボスが線でつながり、強攻撃が2連続できます。1人で無敵受け、もしくは2発目にもう1人が間に入ることで2人で処理も可能です。波状の号令の予習、北から積み食いが出現した順に直線攻撃が来ます。そしてそれが南のワープゲートに吸収されます。次は南北に2つずつ、東西に4つずつ出現し、先ほど吸収された順に東から西、南から北へ吸収されます。北のゲートに吸収された順番を見ておくことで、次のゲートからの直線攻撃がわかります。ワープゲートは東と南の赤枠で囲ったところの配列は固定で、西と北が背面と同じなのか異色なのかの2種類あります。複雑そうに見えますが、見るべきところは少なく、最初に回避した場所と北を見ておけば、あとはマーカーを頼りに簡単に回避することが可能です。1回目のワープは最初の積み食いの直線攻撃を回避したところが必ずアンチになるので、そのまま待機します。青のゲートからの直線攻撃を見てから1マーカーへ移動し、次の赤のゲートからの直線攻撃を回避します。その時北のゲートへ入った色の順番を覚えておきます。赤から青だったので、次は1マーカー、そのまま待機から3マーカーへ回避します。北のゲートは赤から青で入ったので、次は1マーカーから3マーカーへ回避します。では本番です。北の積み食いが出現した順番をまず見ます。右から出現したので、左から右、1マーカーから3マーカーへ避ければいいね。避けたらそのまま3マーカー待機だね。西の青から直線攻撃が出たらすぐ1マーカーへ移動だね。その時北を見ておくのだけど、赤から青の順でゲートに入ったので、次は赤から来るから、そのまま1マーカー待機して、西の赤から直線攻撃が出たら3マーカーに行けばいいね。また北を見ておいて、赤から青の順でゲートに入ったので、最後は赤から来るから1マーカーへ移動して、西の赤から直線攻撃が出たら3マーカーに行けばいいね。次元光からの流れの予習、南北へ向かって2本フィールドを分断するクリスタルが出現します。積み食いが北に4体出現し、それぞれと DPS が線で結ばれ、線でつながった DPS に直線攻撃をしてきます。他の人を直線攻撃で巻き込まないように図のようについた線の位置によって散開します。ヒラタンはヒーラーに頭割りがつくので、2組に分かれて図の位置で処理します。途中強制転移のギミックが来るので、そのデバフにより位置を調整します。そして強制転移について、プレイヤーを中心にサズのようなギミックが始まります。同時にプレイヤーにサズのデバフが付与されます。それぞれワープ先が一定時間経過後プレイヤーの前後左右になるというデバフです。強制転移の考え方の参考例です。ポイントは2つ。移動したいところから水平もしくは垂直にカメラを正面に向けておくのと、キーボードの WASD キーを移動先を考えて押す。例題で正面を向き、デバフは
後ろがついている移動先を左にしたい場合、WASD キーの D キーを押せばいいね。アニメーションで見てみましょう。強制転移をそれぞれの3回位置の方向に調整し、転移先でそれぞれのギミックを処理します。では本番です。地名根、照準の号令、強制転移、発光の号令、 DPS に1000、ヒラに頭割り、全員に強制転移が来ます。私は一番左の積み食いと線でつながったから、右角のマスへ行けばいいね。そして強制転移デバフは後ろだから、西を向けば東に行けるね。もう少し角が良かったけど、まあ、オッケー。虚無の波動、全体攻撃です。暗黒の国、ランダムでどちらかのタンクとボスが線でつながり、強攻撃が2連続できます。1人で無敵受け、もしくは2発目にもう1人が間に入ることで2人で処理も可能です。過剰の号令、白夜の起動、全員の足元に勝敗 AOE 予兆が来るので、それを中央で捨てて3回位置に移動し、地面設置型の AOE が来るのでそれを捨てますが、同時にタンのマスに確定で直線攻撃が来ていますので、中央マスの端寄りに AOE を捨てます。続いて中央マスに直線攻撃が来ていますので、端っこマスへ移動します。強制転移、極夜の起動、時間経過で指定先に強制転移されます。同時に DPS に頭割り、タンクヒラに単体範囲攻撃が来ているので、 DPS は集まるように、タンクヒラは被らないように転移先を調整します。ボスが消えてザコフェーズに移行します。北にブラスフィーム1体、東西にアイドラトリーが1体ずつ出現します。ブラスフィームは時計回りか反時計回りにランダムで移動し、近づくと線でつながり、ダメージ低下がつきます。ブラスフィームがステージを1周したらワイプなので、東西に THDD 構成で2組に分かれ、ブラスフィームに近づけないように移動しながらアイドラトリーから倒します。途中頭割りやブラスフィームから破滅の濁流という直線攻撃が定期的に来ますので、ある程度固まって行動しましょう。光の飽和という攻撃が来ますが、沈黙で止めましょう。止めれないとワイプです。攻撃軌道、縦に回転していたら近づき、横に回転していたら離れましょう。ちなみに初回は必ずドーナッツ範囲です。そして強制転移と頭割りが来ますが、進行方向へ強制転移するよう調整し、頭割りをしましょう。ザコ戦ではザコが移動しているので、方向をとっさに変えるとわけわからなくなりがちなので、もう飛ぶ方向を考えて打ち取っておきましょう。また攻撃軌道が来ます。片方がチャリオット範囲になります。回転をしっかり見て回避しましょう。片方のザコが倒されるか、ブラスフィームがステージを一周したらザコが爆散という自爆を映唱します。なるべく早く同時に倒しましょう。両方倒したら残ったブラスフィームを倒します。倒してるとき全体攻撃を6回してきます。虚無の反乱、全体大ダメージ、しっかりと軽減を入れましょう。強襲の号令と包囲の号令の予習、属性変動、光と闇のデバフが THDD ずつどちらかがつきます。
同じ属性の攻撃を受けると死にます。北から光と闇の直線攻撃が内周側に、同時に外周の光と闇は距離減衰の頭割り攻撃をしてきます。違う属性の外周側で距離減衰頭割りをしましょう。一番近い人に線がつくのでタンクは逆の属性の北に寄りましょう。 DPS は中央へ寄っておき、タンクは北と東の違う属性の雑魚へ、リーダーは南と西の違う属性の雑魚の前で線を誘導し、 DPS のいる角に直線攻撃を当てないよう処理します。次に角に光か闇の属性の塔が出現し、 DPS はそれぞれ逆の属性の塔へ入りに行きます。塔について北の角同士と南の角同士は必ず移植で出現します。攻撃の関係で北の塔は近接陣、南は遠隔陣と決めておきます。しかし近接同士で同じ属性になることがあります。その時はどちらの近接が南に行くか、どちらの遠隔が北に行くか優先順位を決めておくと良いと思います。では本番です。属性変動で光と闇のデバフが THDD ずつどちらかにつきます。私は闇属性ですね。タンクがしっかり前に出て、北の積み食いは西が光なので、私は西側で距離減衰頭割りですね。終わったら DPS は中央に集まって、ヒラタンは外周を注目。ヒラタンは自分の3回場所の対応している属性へ、私は相方近接の属性をチラ見しまして、別の属性だから北側の塔で大丈夫ですね。光なので北東の闇の塔へ入ります。再び強襲の号令が来るので、タンクは前へ出る意識をしておきます。夜襲の号令の予習。三回図はサズの通りで、四角で囲った位置でペアで上下のマスを使います。そしてその上下マスの使い方はサズで説明すると、右に避けた光属性チームは上のマス、左に避けた闇属性チームは下のマスを利用します。大事なのでもう一回、右に避けたら上のマス、左に避けたら下のマス、次は西の左上もしくは北の右側の色を見ます。青ならそのまま、赤なら上下チェンジします。大事なのでもう一度、青ならそのまま、赤ならチェンジ。 DPS 組が左なので下のマス、タンクヒラ組は右なので上のマスです。左上を確認すると青なので3回位置でそのままですね。ただ1回目のワープの後AOE が来ますので中央へ乗って捨てます。で、先ほど確認した通りにそのままですので、先ほどの3回位置でそのままです。次に上下チェンジのパターンですね。今度は DPS 組が上、タンクヒラ組が下のマスです。左上を確認すると赤なので1回目のワープ後 AOE を捨てたら上下入れ替わります。そして個別に属性 AOE が来ますので、それが終わったらまた上下入れ替わります。では本番です。属性変動。ここの属性変動は光と闇のデバフが DPS とタンクヒラで分かれます。私は左で避けたから下のマスだね。左上は青だからそのままでいいね。ちなみにグルル式というのは、右上の上下のマスだけを利用して図のように集団で処理するというやり方です。
虚無の波動、全体攻撃です。暗黒の国、ランダムでどちらかのタンクとボスが線でつながり、強攻撃が2連続できます。1人で無敵受け、もしくは2発目にもう1人が間に入ることで2人で処理も可能です。南部の号令の予習です。光の DPS とキラは北西、闇の DPS とキラは北東、タンクは南に3回します。アニメーションで見ていきましょう。1つ目は3回位置にあり、巻き込まれないように注意しましょう。中央のボスから反時計回り方向に移動しつつ、外周へ進む AOE を回避し、出現する属性の弾に優先の順に当たりに行きます。優先度はヒラ D1、D2、D3、D4 と、タンクは光タンク MTST です。では、本番です。私は、光デバフなので北西だね。一つ目の爆発に巻き込まれないように注意して、D4 のキャスターの人がいるので、2番目の弾に当たりに行けばいいね。しかし、固定では特に優先度を決めていなかったので、今回は3つ目に当たりに行きます。三重の交換、フィールドが光か闇の属性になります。自分の属性と逆の属性の位置にいましょう。虚無の波動、全体攻撃です。虚無の波動、全体攻撃です。属性変動、先ほどと同じで、光の DPS とヒラは北西、闇の DPS とヒラは北東、タンクは南に3回します。ランブの号令、さっきのランブの号令と全く同じです。中央のボスから反時計回り方向に移動しつつ、外周へ進む AOE を回避し、出現する属性の弾に優先の順に当たりに行きます。三重の交換、フィールドが光か闇の属性になります。自分の属性と逆の属性の位置にいましょう。虚無の波動、全体攻撃です。虚無の波動、全体攻撃です。この後、虚無の反乱が来て時間切れです。